はい、こんにちは、ともです。今日は9月8日ということで、最近雨が続いてたんですけど、そのおかげか気温が随分下がりました。今もう昼間なんですけれども、気温が27度ということで、外の園芸やりやすい気温になってきたということで、今の時期にですね、パンジービオラの種まきをぜひおすすめしたいということで、今日は紹介したいと思います。少し前っていうか8月中旬頃に早めにビオラの種を巻いたんですけど、今こんな感じでやや成長してるんですけど、めちゃくちゃ発芽率が悪くて、まあ結果的に失敗かなっていう風な感じなので、でも巻くのが10月11月とか遅くなると春までお花が咲かないっていうことにもなるので、今この気温が下がってきた9月上旬がチャンスなんじゃないかということで、初心者の方にもおすすめできるかなと思って、まあ、僕も初心者なんですけど、8月の暑い時期の種まきはかなり上級者向けなので、今からこの涼しくなってきた9月上旬から種まきおすすめですので、今日はその紹介をしていきます。はい、ということで今日はこちらのパンジーの種を巻いていきたいと思います。フリズルシズルミックスということで、5種類ぐらいの種がミックスで入ってるみたいですね。8月中にビオラの種巻いて、こんな風に育ってはいるんですけれども、発芽率が悪くてちょっと数が少ないので追加で巻いていきます。だいたい1袋に50粒弱ぐらい入ってたんで、これ2つ買ってきたんで100粒あるということで、こちらのセルトレインに2粒ずつ巻いていこうかなっていう風に思いますので、まずこのセルトレインに種まき用の土を入れていきます。僕はセルトレー使ってるんですけれども、ばらまきとかでもいいと思います。ポット割りするときにセルトレーの方が使いやすいので、僕はセルトレーに巻いていくんですけど、そんなに数がないよって方は浅めの直径の広い鉢とかに入れて土をそこにばらまきしてもいいと思います。はい、セルトレーに土が入れられたので水をあらかじめやっておきます。水は浄土とかシャワーでこんな風に往復させながら、移動させながら巻くといいです。ずっと一箇所一点集中でやると土がえぐれちゃうので、さささと往復させながらたっぷり水を含ませていきます。はい、こんな風に土に水を含ませたんですけど、結構乾いてる土に水やるとこんな感じでポコって気泡が出てきて、穴が開いたりとか、一応中までしっかり湿ってはいるんですけど、中からポコって気泡が出てきて、えぐれたりとかしてる部分があるので、もう一度上から軽く鎮圧します。指で押さえて鎮圧してもいいんですけど、まあ、めんどくさいというか効率中ということで、これで、よし、こんな感じでいいかな。はい、これで少し土が鎮圧できました。見えるかな。最初、満タンツルツルいっぱい土入れてたんですけど、水やって少し鎮圧したら数ミリかさが減りましたよね。ここに種をまいて土をかぶせれば、数ミリの覆土ができるということで、パンジーの種も、少し覆土したいので、こんな感じで次は種まきやっていきます。一昨年パンジービオラの種をまいた時は、確か8月下旬お盆過ぎぐらいに巻いたんですね。そしたら11月前とか10月末には咲いてくれたんで、今日9月8日なんですけれども、今年中に開花してくれるといいんですけれども、涼しくなってからの方が発芽してくれるんですけど、あんまり巻くのが遅くなると春までお花がない状態になってしまうので、できれば9月上旬ぐらいに巻いておくといいと思います。で、1袋50粒弱ぐらい、40数粒入ってるので、2粒ずつ今パラパラと巻いてますね。今までパンジーだとシャロンジャイアントっていう種を巻いたことがありますね。今日もフリズルシズルということで、フリル系のパンジーは成長がやや遅いので、早くお花を咲かせたいよって方は、まあ、ビオラとかフリルじゃない普通のパンジーとかを巻いてもらえるといいと思います。僕が巻いたことがある品種は、ビオラのピエナミックスってやつだったかな。あとビビシリーズとか、それとよく咲くスミレとか、他にも巻いたことあるんですけれども、一番ビビのシリーズが育てやすかったかなっていうふうに思います。成長も早くて、全部の株が同じような形で成長してくれました。はい、2粒ずつ巻いてだいたい半分まで来たんで、2袋目開封していきます。上から切るとこの名前がねなくなっちゃうので、これをタグにしたい人は下から切るといいと思います。中に小袋が入ってるタイプの種なので、中の袋を切らないように気をつけて開封します。直接ここにもう種が入ってる
お花もあるんですけれども、このパンジャー中にもう一つ種が入ってますね、袋が。はい、こんな感じで入ってるので、これを巻きやすいよね、このパン祭りのお皿に出していきます。はい、種は5枚よりちょっと小さいぐらいですね。よく見ると色が濃かったり薄くなったりするのはミックス種なので、花の色によって種の色も違うのかな。これも、続きから2粒ずつ巻いていきます。どこまで巻いたか忘れがちなんですけど、しっかり見れば種が確認できるので大丈夫です。心の中で 1,2,3,4,5 って数えながら巻いてます。指が湿ってると巻きづらいので、しっかり拭いてからやってます。はい、ということで48マス分2粒ずつパンジーの種まきましたけれども、少し余りました。発芽率 70% なんですけれども、それでも環境とかによって全然発芽してこない、マスとかも出てくるので、追加で1粒ずつ足して巻いていくんですけれども、この3つ目の種を追加して植えるマスは中心の方に僕はした方がいいかなっていうふうに思います。端っこの方はね、なんか水やりがうまくできてなくて乾燥しやすかったり、土がちょっとねカンって当たるとこぼれやすかったりとかするんで、中心の方がね生育がいい気がするので、残った種は中心の方に追加で巻いていきます。雨が降りそうな天気なんで早くやりたいんですけど、最近雨が続いたおかげで気温が下がってるっていうのも種まきに適した気温になってきていいかなっていうふうに思います。はい、こんな感じで全部種まきましたので、ここから覆土していきます。はい、種まき用の土をねこんな感じで土入れでスススと土入れでさーっとそれを慣らしてっていう、僕はこんなスタンスでやってますけど、あのふるいがある人はふるいで振っても均等にかぶせられると思います。8月に巻いた方が早くお花はパンジーとかね咲いてくれるんですけど、ビオラもやっぱり暑くて発芽率が悪かったりとか、うちのテラスだと結構ハダニがついちゃったりとか、暑い時期だとそういう虫の被害もあったりするんで、今このタイミング9月になって結構雨が続いて気温が下がって過ごしやすくなってきた時期に巻くのが一番やりやすいかなとは思います。去年は忙しくて巻くのがすごく遅くなっちゃって、開花が春までなかったんですけど、今年は9月8日に今日種まきということで、今年中に咲いてくれることを祈りつつ育てていきたいと思います。よし、これでね覆土ができましたので、この後また上から水やりをしますね。ちなみに土はこちらの花心っていう挿し木種まき用の土を使ってますね。ちょっと反射してみづらいけど、これ5リットルでちょうどいいんですよ。あまりでっかい袋買うと持て余しちゃうんで、使い切るっていう感じでこの5リットルのやつを買ってます。お店で買うよりも Amazon で買った方が安いんですよね。普通あの培養土ってネットで買うとめっちゃ高いんですけど、この土に関しては Amazon の方が安くて、プライム会員だと送料無料で翌日には届くので、 Amazon で毎回この土に関しては買ってます。またその商品のリンクも概要欄に貼っておきます。はい、覆土した後なのでもう一度水をやっておきます。霧吹きモードでやってるんですけど、さっきみたいにシャワーでシャシャシャってやっても全然大丈夫です。また軽く鎮圧しておきます。空気が入って膨れてるとこがあったりとかするんで、軽くトントントンって押さえておきます。土がふわふわよりもある程度鎮圧されてる方が種がね土の中に根を伸ばしていきやすくなるみたいなんで、あんまりぎゅうぎゅうにする必要はないんですけど、軽く押さえておきます。はい、ということで種まきが完了しました。僕はこのトレイを室内の冷房が効いたところに置いておこうと思うんですけど、あの外でもし管理される方は日陰で乾燥させないようにたまに水やりながら管理してください。濡れた新聞紙をかぶせておくのも気化熱で温度が上がりすぎないようになりますのでおすすめなんですけど、発芽したのを毎日確認しないとめくってすぐ徒長するので、新聞紙濡らしたものをかぶせる場合は毎日めくって発芽してないかなっていうのを確認してあげてください。僕は屋内の冷房の効いた部屋で管理していきます。はい、屋内をですねここに発芽するまで置いておこうと思います。ちなみにこっちにばらまきしたのはアリスサブの種もばらまきしました。土が乾かないように霧吹きもシュシュシュと
やるように置いてあるんですけれども、サーキュレーターですね。このサーキュレーターで風を当ててます。その方が、この湿ってるところに風当てると気化熱で温度が下がるので、発芽率良くなるんじゃないかなと思ってサーキュレーターの風当ててるんですけど、その分土がね、乾きやすくなりますので、乾燥しないようにしっかり水はやってください。サーキュレーターを使って気化熱で温度を下げてっていう試みは、今年初めてなので、これが吉と出るか凶と出るかわかんないので、真似される方は気をつけてください。僕は風当てるといいんじゃないかなと思って勝手にやってますけど、本当は良くないかもしれない。一個ずつね、発芽してくるんですけど、だいたい半分ぐらい芽が出たなっていう段階でもう外の日当たりに置いてあげてください。最初は半日陰から慣らすといいかな。芽が出ないやつを待ってずっとここに置いておくと、日当たりが屋内だと良くないので、ひょろひょろひょろってブロッコリースプラウトみたいな形で徒長してしまうので、まあ、半分ぐらいだいたい芽が出たなっていう段階で日当たりのいいところに徐々に慣らして移動させてください。芽が出てくるまでは腰水って言ってこのトレーに水を張って湿らせる方法もあるんですけれども、もしね芽が出てきたら腰水はやめた方がいいです。水やりすぎで徒長してしまうので、芽が出てきてからはびちゃびちゃにしておくと徒長の原因になります。はい、ということで、今日はパンジーの種まきやりました。また発芽したら、成長の様子とか、前に巻いたビューラーも結構大きくなってそろそろポット上げかなっていうサイズになってますので、そちらも随時紹介していきたいと思います。はい、この動画が良かったよって方は高評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。